まず私の政治家としての基本的な理念、そして一人の人間としての価値観についてお話ししたいと思います。いわゆる慰安婦問題に関する私の発言をめぐってなされた一連の報道において、 For a long time the debate in Japan about the comfort women has focused on the question of、 まず大前提として日本の過ちを正当化するつもりはないということをまずご理解ください。あったでしょうし、また慰安婦の問題でもですね、慰安婦の方々が橋本さんに会わなかった